奈良県柏市関屋鉄道車両区。関屋鉄道は閑静な住宅街の中、ご自宅の敷地内で SL を走らせておられます。火は釜の中の水を温め、蒸気へと変えていきます。蒸気はピストンからブレーキまで機関車を動かす力の源です。じゃあ行きます。足下ろさないようにお願いします。蒸気の圧力が上がり、動き出すまで釜を焚きます。黒い鉄の塊が力を吹き込まれ動き始めました。レールをきしませて力強く今日の旅を走ります。初めて乗る子どもたちも穏やかな心に包まれる旅路です。奥様が愛情を込めて育てた植物たち、ご主人が愛する錦鯉を眺めながら、関屋鉄道は一周約120メートルを何度も走ります。近所の子供たちから乗せてほしいとお願いされ、平成14年から住宅地から名付けた関屋鉄道の無料イベントが始まりました。機関車の命を灯し続ける運転士さん、希望や夢にあふれた子どもたち、懐かしさに胸躍らせる人、それぞれの思いを乗せて機関車は今日も走ります。ちょっと見てね。